なお揖斐川町立揖斐小学校のアドバイザーを務められました野中先生は本日ご欠席ですが、ご本人からメッセージをいただいておりますので、私より代読させていただきます。小学校学習指導要領解説特別の教科道徳編によると、情報モラルに関する指導は学校の教育活動全体で取り組むべきものであるが、道徳科においても同様に情報モラルに関する指導を充実する必要があると書かれています。道徳科で扱う内容としては、道徳科においては第2に示す内容との関連を踏まえて、特に情報社会の倫理、法の乖離と遵守といった内容を中心に取り扱うことが考えられるとされ、例えば親切や思いやり、礼儀に関わる指導の際にインターネット上の書き込みのすれ違いなどについて触れたり、規則の尊重に関わる指導の際にインターネット上のルールや著作権など法や決まりに触れたりすることが考えられるという記述があります。揖斐小学校では児童会が実施したインターネット利用に関するアンケート調査の結果をもとに全校で話し合い、揖斐小学校インターネット利用の約束を作成見直し、 PTA がサポートすることによって町内の小中学校に広める活動が展開され、学校、家庭、地域との連携による情報モラルの寛容が図られています。さらに昨年度から道徳的価値に関する学習を情報モラルに関わる題材で指導することに取り組み始め、道徳科は道徳的価値に関わる学習を行う特質があることを踏まえた上で、指導に際しては情報モラルに関わる題材を生かして話し合いを深めたり、コンピューターによる疑似体験を授業の一部に取り入れたりするなど、創意ある多様な工夫が生み出されることが期待されることを先取りして実践してきました。学習指導要領解説においても、道徳科で扱う内容の例示は限られており、情報モラル教材も例示された内容に関わるものが多いことから、道徳科における新たな題材の開発よりも、むしろこれまで取り組んできた学校全体の取り組みや学級活動などに加え、各教科や総合的な学習と道徳科等を関連づけた情報モラルに関する年間指導計画を作成し、着実に実行することが重要だと思われます。今後の研究では、道徳科の授業においてより一層の学習活動の工夫を行うことで、その中でICT 機器の効果的な活用について検討することが望まれます。すでに1人1台配布されているタブレット PC の持ち帰りによる家庭学習などの実践が計画されていますので、その成果を期待したいと思います。とのことでございました。野中先生、ありがとうございました。